皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。では今回はですね、事件回ということで、4つほど事件の捜査をやっていきたいと思います。まずこれ直近で起きた事件ですね。ハロウィンの時だけ儲かるよっていう事件なんですが、これはまだ明らかに写真が足りないですね。ここ数年店の経営がうまくいっていない。ハロウィンの衣装が充実しているから年末だけ挽回できる。でカメラに映っているのは2人の双子の女の子とグレーのコートを着た背の高い男とゴミ箱を漁っていた引きずらのホームレスで、殺され方なんですが、拳銃で撃たれたもの、胸を、で首を切断されたのはその後だということですね。これが店主ですね。で最後はこんな状態で、写真は、何者かにナイフみたいな、これなんだろうな、剣みたいなものですね。で殺された後にぶったたかれたと。これ双子の妹、女の子ですね。ちょっとこの事件はさすがにちょっと捜査は難しいな、現段階だと。では、先に窃盗事件からいきましょう。これがね、ずっと手こずってるんですよね。なかなか解決できずに、この事件。これはですね、実は愛しい七瀬さんからヒントをもらっていて、ちょっと愛しい七瀬さんの方からいただいてるヒントを見てみると、やっぱり警備員が怪しいでしょうということなんですよね、これを見ると。なので、警備員を中心に写真を並び替えていくしかないんですが、まずは警備員がやってきました。これだよね。で、絵を、ちょっと並べ替えよう。警備員ネタと、警備員じゃない人ネタで、ちょっと上と下に下段で分かれましょう。分けましょうか。これはですね、ちょっと今回初めて見るよっていう人のために簡単に事件の概要を話しておくと、美術館から絵が盗まれたという話で、警報器は故障しています。で、大きい字のは美術館なので修理費もバカにならないんですよっていう話ですね。で、絵がフレームから切り取られていて、床にレンガが落ちていただけでした。で、監視カメラを見ると誰もいなくて、自転車を止めて、中に入ってきた学生風の男が1人いましたと。で、バニーホークは、これはですね、美術学生で、そのさっきビデカメじゃなくて監視カメラに映ってた人ですね。で、スティーブンズっていうのが教師で、この生徒がいかに変なやつだったかっていう話をしています。で、美術館の窓はガラスがほぼ完全に割れていて、男が出入り自由ができる。破片のほとんどが外の歩道に落ちていたということは、中から割ったんじゃないかっていう気がしますっていうことですよね。では、まずなんですが、そういう意味で言うと、上段にある絵は一旦忘れて、上にある絵を見ていくと、警備員がやってきました。絵を切り取りました。これがちょっとわかんないな。一応手に持ったって感じなのかな。で、持ってきたレンガで割った後、レンガを置きました。これだよね。でも順番的にはやっぱこれを並び替える以外にないんだよな。あとは先に割る？先に割ったらでも音が鳴って嫌じゃない？普通に考えたら。いやー、上なんだよな。上であることは間違いないんだよね。割れた後だから、この順番は確定だと思うんですよね。これで割って置いた。だから、こうかな。いや、違うか。難しいね、ここも。ここは本当に難しい。
トシナナシさんのお力をお借りしても解決できないな。まあ、警備員がやってきました。この時警備員カバン持ってるよね。でカバンの中に何が入ってるかというと、これがレンガが入っていました。でレンガを置きました。でいいよね。いや普通に考えたらまずは絵を切り取るでしょ。絵を切り取って、絵を切り取って、絵を切り取ります。最初に絵切り取りたいよね。だってガラスバッシャーンとか割ったら気づかれる可能性あるんで、ガラスを割るのは最後にしたくない？普通に考えたら。最悪実はこれ2人共謀犯っていう可能性はないかな。渡すっていうさ、いやでもなどうだろう。もう一回上から見ていく。美術館の巡回は1時間に1度、警報器は壊れている。窓が割れ、絵がフレームから切り取られていた。人の気配は全くない。床にレンガが落ちているだけだった。床にレンガが落ちているってことは中にレンガが落ちてるんだよね。で、監視カメラはで車の出入りはない。朝方筒を肩に乗せた人物が自転車で通りかかった。その人物は駐輪場にゆっくりと入っていき、自転車を止めてどこかへ姿を消した。数分後に戻ってくると再び自転車に乗っていったと、うん、でその男というのがこの美術学生で、不眠症なのでよく街にサイクリング。あの時は翌朝の授業に直接行けるように筒型ケースと道具をいくつか持って出かけた。美術館に寄ったのは用を足すためです。うん。でスティーブンズは、オランダ人画家に関する授業ではホンディア・ホフ君、まあ、学生ですね、さっきの、いつもディ・ビルームの作品を批判していた。うん、なるほどね。で美術館の窓、これが一番のキーポイントなんだよな。ガラスがほぼ完全に割れてしまっており、大人の男でも楽に出入りができるほど大きな穴が開いていた。破片の音が外の歩道に落ちていたってことは、中から割ったんですよね。中から割ったから、外側に破片が落ちているでね。じゃあ実際に自分が絵を盗むときどういうふうにするかっていうと、まず絵を盗む。自分が警備員側だったらね、まず絵を切り取りますよね。これがわからないんだよな。絵を切り取って、絵を切り取って、いやー分からんな。いや絵を切り取るの最後はないでしょ、さすがに。いやこれ本当にわからない。どうしようかな。まず自分だったらやっぱ絵を切り取ってから、絵を切り取って、筒に入れて割って取り出して置いて、その場を立ち去る。これが一番を自分だったらやるけどな。かそれか、まあ順番同じですけど、
最初に来るっていうね、これじゃないパターン、じゃあ学生だった場合どうかっていうことをちょっと考えてみます。ちょっと学生説は薄いと思うんですけど、学生だったら、まずは普通にやってき、いや違うな、ガラ見つけて割って中に入って絵を切り取って立ち去る、これが一番オーソドックスだよね。ただこれではないんだよね、なぜなら床に落ちていた破片は外側だったから。これとこれって同じもの？ちょっと違うよね、そもそも。だから2人が連携したって可能性はないから、いやー全然わかんないな。いやー本当にわかんない。ちょっとこれ迷宮入りかな、再びの迷宮入りの予感がするけど、なんかうまくいった。全然わかんない。どういうこと？ちょっともう一回確認したい。適当にやったらうまくいった。最後に絵を切り取ってたね、今。最後に絵を。最後に絵を切り取るんだ。いや、ちょっと俺だったらやらないかな。じゃあ、二重殺人の方行きましょう。あ、これもわかんないんだよな。これも難しい事件なんですよね。まあね、写真は多分全部もう揃ってるんじゃないかなと思うんですよね。こんだけだったら揃ってれば。もう、じゃあこれもおさらいしていきましょう。監視カメラ、グレーのコートと白と T シャツを着た背の高い中年の男が店に入り、アルコール売り場に直行した。まあいいよね。男はビールの6本パックを手にするとレジへ向かった。なるほど。まあ6本パックっていうのがポイントですね。で、アラーナ。で、彼女は目撃者。その男は私のすぐ後ろのレジで、待っていました。なんだか不審な雰囲気でひどい匂いがしたので支払いをしてすぐに出口に向かいました。その時そこにいた警備係に怪しい男がいると伝えました、メルベーブ。犯人と同じ列に並んでいたんですが、なんだかとても焦って緊張した面持ちでしたね。レジ係にクレジットカードを渡したら口座に現金が、ね、これデビットカードだったんだよなって話を前回したな。そしたら銃を取り出してレジ係の頭を狙ったん、撃ったんです。近くに立っていた警備員が銃をバウトしたんですが、間に合わず撃たれたと。二人撃たれたんだね。で、ベルゴラ。パートナーのロンと話をしていたら、女性がやってきて、不審な男がいると言うんだ。それ、さっきの女性のことだな。ダッシュしてきたんだ。男は頭が真っ白になって何もできなかった。俺はです。俺はですね。銃を突き出すことさえできなかったんだ。抜き出すこと、なんかちょっと今日、あんまりよく読めないでいますね。で、バレット。店に入ろうとしたら男がすごいスピードで出てきて危うく突き飛ばされるところだったわ。そいつはバイクに乗って逃げていった、よし、じゃあこれ時系列でやっていこう。グレーのコートと白と T シャツを着た背の高い中年の男が入り、アルコール売り場に直行。6本パックね。グレーのコートのとと白と T シャツ、グレーのコートと白の T シャツ。そうすると、まずコートネタで言うとこの2つだな。これがグレーなのか、これがグレーなのか、どっちがグレーなんだろう。グレーのコート、どっちもグレーに見えるけど、これグレーのジャケットだよ。これはグレーのコートだ。じゃあグレーのコートで6本パックを手に取ったってことはビール、これは関係ないよね。レジへ向かった、でアラーナはというと良くてクレジットカードを手に渡したと。これは何、
これはクレジットカードじゃないよね、現金だよね、どう見ても。なんで関係ないと。クレジットカードを渡したら金がないと言われて、銃を取り出してレジ係の女を撃った。これは殴ろうとしてるから関係ないよね。で、撃ったでいい。で、これなんか手に持ってるけど取り出す時間もなかったって言ってるからよくて、反撃もできませんでした。これは写真が足りないな、まだ。そういうことだよね。だってこれ関係ないでしょ、これも関係ない。これはクレジットカードじゃなくて現金渡してるもんね。で、これは殴ろうとしている、実際には銃で撃っています。で、これなんか持っているけど、銃を取り出すことすらできなかったって言ってるから関係ないもんね。ってことはこの二重殺人はまだ写真が足りてないな。で、誘拐事件ですね。これがね、ちょっとまだ写真が足りないんじゃないかなと思うんだよな、こっちの事件も。一応よく確認しておくと、まずですね、マケインさんなんですが、アリックスの父親とは離婚していますが、彼から親権を求めて訴えられています。私の弁護士は彼に勝ち目は全くないと言いますが、彼もそれを分かっていると思います。だからこそもう裁判を待つのはやめて自分の思い通りにしようとしたんでしょう。ある中によくある行動です。それにしても自分の娘にこんなことをするなんて、きっと仲間に頼んで誘拐させたんで、捜査機ばかりのでろくなことを考えていない連中です。彼の一家はみんなお酒を飲んでトラブルを起こす人間ばかりなんです。で、マケインです。今度はね、父の方ですね。まず言っておくが、俺はもう1ヶ月も酒を絶っている。アルコール依存症の構成会にも通っている。次にアリックスから目を離したのは本当の数秒だ。友人のティモシー・ギャラガーがやってきてちょっと話をした。娘はおこのそばで遊んでいたが、ふと目を寄るともういなくなったんだ。悠然と姿を消した。きっとグランディスの仕業だろう。娘を連れて姿をくらましたんだ。俺に治療師の能力が欠けてると裁判官に嘘を吹き込むような女だからな。血みどろだな。ティモシー・ギャラガー。ああ、ゴートンと娘に公園だったよ。一瞬話しただけだ。他から降りたがってたから娘を手伝って言うから握手して別れたんだ。エイドリアン。あの日は公園でチラシ配りをしていました。ジェットコースターの横のベンチで2人の男はウイスキーをラッパ飲みしているのを見ました。あと青のドレスを着た女の子も見ました。丘の近くで遊んでいたけど何かを拾おうとしてしゃがんだんです。その時お年寄りの女性が来て少女の手を取ってどこかへ連れて行きました。女性はめまいでもするかのようにふらふら歩いていました。こいつが一番怪しいじゃん。ホームス。バーが駐車場のゴミ箱に車をぶつけました。特に怪しいことはありませんでした。酔っ払ったドライバーがいた。ゴミ箱の熊が逃走が少し気づいたが、ドライバーは何事もなかった感じで走り去った。これ写真の数が足りないんじゃないかな。写真の数がおそらく足りないな。ただ一応順番を並び替えるという意味で、これも実はですね、愛しナナシさんの方から確かアドバイスをいただいていたような記憶があるんですよ。で、ナナシさんの方も確かね、これはさすがにもしかしたら足りてないかもね、要は写真の枚数少なすぎるよねっていう、お話をいただいていて、僕もねこれ今改めて見てみてもちょっと写真の数が足りないかなっていう印象がありますね。さっき見てもらってた証言の中と今回のこの、写真の枚数を照らし合わせるとぴったりなんですよ。数がぴったりってことは並べ替えゲームだけになってしまうんですけど、今までそんなことはなかったんだよな。ってことはおそらく写真の数が足りないんじゃないかなと思いますが、一応挑戦だけはしておきたいなと思いますので、並べ替えゲームと、置き換えてちょっとだけ操作を進めておきましょうか。まずなんですが、大前提としてこのおばちゃんが怪しいということなんだよね。
からないな。これがジェットコースターなのかって話なんだよな。まあでもこれジェットコースターなんだろうな。いや写真が足りないね、明らかに。なので一旦スキップしちゃいましょうというところかな。はい、というわけで、事件回をお届けしました。いかがでしたでしょうか。まあちょっと2件しか事件解決できませんでしたが、まあ、2つはねこれからまだ写真が集まってくるでしょうというところで、その際また皆さんにご協力をお願いしたいと思います。というわけで今回はここまでにいたします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。